いて、アナ、何をやっている。訓練もしないで遊んでいたのか。師匠、訓練なんて1時間も前に終わりましたよ。もう基礎はいいから、もっとすごい技を教えてください。腹は減るし、腕は上達しないし。強くなりたいって言ったのはお前だろう。やめるなら俺も教えるのをやめる。わかりましたよ、頑張ります。よし、では今の腕前をビリビリと戦ってみせてもらおう。キリ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 。見慣れない船だな。こんなことに一体なぜ。師匠、どうかしましたか。俺にも教えてくださいよ。俺が様子を見てくる。お前はしっかり訓練に集中してろ。私がしっかり見張ってますわ、安心してください。うわあ、どう見ても怪しい船、俺の見せ場がついに来た。はいはい、修行に励みますよ。気になるな。俺も行く。ダメよ、エリック様に言われたでしょ。やだ、俺は行くぞ。マルコ、どこだ。僕はここだわん。ちょっとお前も付き合ってくれよ。こんな辺境の島で貴様に出会うとはな。お互い面倒なことは避けたいだろうに。俺はそこの連中を連れて行くだけだ。貴様がおとなしく帰れば素直に引き下がろう。さあ、どうだ。この人たちの言い分次第だ。お願いします、助けてください。我々はハードニウムの研究者です。人様に迷惑をかけません。ハードニウムだと。まさかキャロニックはまだ諦めてないのか。チッ、まったく面倒なやつだよお前は。はぁ、お前はどうして待っていられないんだ。厄介なやつらめ、やれ。
どいつもこいつも使えない。こうなったら離せ。エリック、どこまで行っても貴様は俺の邪魔をするな。貴様を八つ裂きにしたいが、あいにく俺はこいつを連れ帰らなければな。代わりにやろう。時と味わってくれ。これは危ない。頭がクラクラする。みんな大丈夫か？私は大丈夫。大丈夫か？一体何が起きたんだ？師匠の姿も見えないし。さっきの光はハードニウムが爆発する時の光だ。ハードニウム？何それ？いや、今はそれどころじゃない。師匠を探さないと。師匠が行きそうなところは。まあまあ落ち着こう。もしハードニウムが爆発したなら、きっと何かが起こったに違いない。ここから近い風吹くキノコ村に行ってみよう。何言ってんのか全然わかんねえけど、お前についていけば師匠に会えるのか？それなら、それ出発だ。よーし、早くそのハードニウムとやらを探して師匠を見つけるぞ。おかしい。ここはハードニウムの反応が強すぎる。何らかの異常があるとしか考えられない。それにここってキノコ村よね。周りにキノコなんて一つも見えないわ。ワンワン、僕が調べてくるワン。お前一人で大丈夫か？心配ないわ。行ってくるわん。ダルダマシ、侵入者は追い払うマシ。マーシー、穏やかなマーシーがあんなに攻撃的になるなんて。あいつらなんて言ってるの？マーシー、マーシー、君たち僕たちを食べに来たんだろ。マーシー、パシャ。Yeah!
絶対にお父さんを見つけ出す。まだ必要な材料が揃ってませんね。攻撃するんだよ。何がどうなってんだ。ただいま。マルコ、お前がいない間マーシーたちに襲われたんだ。お前は大丈夫か。大丈夫ワン。面白い話を聞いてきたワン。もうすぐ開かれるエーデルの祭りに備えて、全国から特産物を運ぶ荷車が毎日ここを通ってるワン。その度にマーシーたちが攻撃的になるらしいんだワン。一体どうなってるんだ？そうか、ハードニウムだ。キノコ村は天然ハードニウムの特産地。違う地域のハードニウムが通って悪影響が出てるんだ。そうなのか？それじゃあ早く手を打たないとな。よし、とりあえずハードニウムの反応を探そう。
おい、海にゴミを捨てたのはお前たちかちょろ。違うマーシー、僕たちじゃないマーシー。目をそらしてるちょろ。ゴミを捨てたのはお前らだ。違うマーシー、僕はもともとこんなお前らが捨てたんだろ。白状しろちょろ。痛いマーシー、僕は嘘ついてないマーシー。うおー、胞子をまくにはうってつけの天気だマーシー。腐った木でも見つけたのかマーシー。うん、こいつらバカだから何もわかってないチョロ。他を渡るチョロ。まだ必要な材料が揃ってません。絶対にお父さんを見つけ出す。
どうした？なんかあったのか？壊れた荷車だ。ハードニウムのかけらもある。本当にハードニウムを運んでたんだ。手がかりになるかもしれないな。とりあえず持っておこうぜ。レオ、たまにはいいこと言うわね。よし、行くぞ。